チョイス。どうも、秋田さん、あったくの、あらゆです。今回の動画は、おいよ、3日間、太る食べ物を朝昼晩食べたら何キロ太るの。さて、何今更言ってんだっていう話ですけども、そんな300日ぐらいやっとるやん、俺ら1年で。まあそうなんですけど、その中でも太る食べ物ってあるんですよ。ほう。まあ日本にはいろんな食べ物がありまして。そうだね。まあ今回はネットの記事にね書いてあった、うん、まあ、トップ30から多いな1位までランキングされてるのがあるんですけど、はいはいはい。まあ、今回はそれを見つつ、朝昼晩、その食べ物を食べて何キロ太るかっていう検証していきたいと思います。なるほどね。平均的にどんぐらいなカロリーでいうと、まあカロリーは表記されてないんですけども、あ、まあただカロリーだけが全てじゃないよっていう、あーそっか、糖質とか、はいはいはい、そういうのが関わって高くなっちゃうとか、うん、だから俺は見て、あ、こいつなんだっていうのも、あー知らなかったのもあんのか、お前そうなんねっていう、はいはいはい、お前そっち側だったんだっていう、なるほどね、のもあったので、うん、だからみんなが今普段食べてるものもその中に入ってるかもしれないよっていうのね。じゃあもう教本の動画だこれはもはや。だから僕最近実験体になって、そうだね、深夜にね、もう僕は売ってるんで YouTube に全部人体売ってる。悪魔と契約してんな俺 YouTube の悪魔と契約してるまあ今回3日間、やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速明日からやっていきたいと思います。それではいきます。はい、それでは、体重の方を測っていきたいと思います。はーい。え68.3キロ。嘘だ。え、ってこの間の、この間 69.9 1.6 減ってんの。 1.6 減ってんの。でもでも、ここから太りますよ。72キロぐらいまで。めっちゃいくやんそんないく。だって太りやすい食べ物ですからね。あー、まさか、まさか。トップ10とかもやばいからね。普通に考えたら太るのは当然だから、まあどうなるのかだよな。君の体はちょっと不思議体質なんで、そこも楽しんでいただけたらいいと思います。はい、じゃあ明日から頑張っていきます。おはようございます。太るもの食べよう生活です。朝なんですけども、何を食べようかと思いまして、まあ、いきなり飲食店とかも行ってもいいんですけど、まあ、結構ねラインナップを見る限り飲食店じゃないのもね入ってるんですよ。これトップ30ぐらいまであって、まあ、30ぐらいの食べ物は食べなくていいと思うんですけど、まあ、トップ10は当たり前なんですけど、まあ、20位ぐらいまでは、掘っていこうかなと思います。で、朝に食べるのがですね、こちらアメリカンドッグです。さあこれを聞いて皆さん、アメリカンドッグって思うじゃないですか。まあこれなんと、まあ、ランキングによると12位らしいんですよ。まあ、理由に関してはソーセージを、串に刺し小麦粉などの、衣をつけてあげる。アメリカンドッグは衣が厚く油を吸いやすいので要注意です。油が多いやつの方が、まあ、カロリーも高いし質も高いと、まあ、だから太るらしいですね。で、一応こちらセブンのアメリカンドッグが1つ249キロカロリーもあります。それが5個あります。ちょっとやりすぎたわ。朝から1245キロカロリー食べます。やばいなー、ちょっと気合い入りすぎてんだよな。いいねー。いただきます。うん、かい。うん、うまっ。うん、これは高カロリーだ。久しぶりに食べたわ。うん、じゃ次何もつけないで食べたいと思います。普段は絶対つけるんですけど、まあこんだけあるんで何もつけなくてもいいでしょう。いただきます。あ、全然違った食べ物になるわ。なんかケチャップつけてる方が甘く感じる気がする。気のせい。うまいな、こっちもこっちでありだわ。うん、こいつ息がいいな。めっちゃサクサクしてる。あ、確かに油がすごいね。とにかく今年はアメリカンドッグいらないです。もう今年分のアメリカンドッグが食ったわ。じゃあ、お昼は僕の大好きなやつを食べに行こうと思います。ごちそうさまでした。はい、ということでお昼の時間がやってまいりました。で、今回僕が来た、場所なんですけど、家系ラーメン屋さんです。ラーメンは7位にランクインしてるんですよね。俺トップ3に入るかなと思ってたら意外と7位というね結果で、まあ理由の方がラーメンの種類やトッピングにもよりますが、家系ラーメンだと1000キロカロリーオーバーの場合も少なくありません。
もちろん脂質も高めです。醤油ラーメンなどシンプルなものを選び、スープを飲み干さないことをお勧めします。てな感じで今回来た場所がですね、山藤屋、僕の大好きな家系ラーメンの場所ですね。で、僕の友達が店長やってるとこです。何回か動画に出てもらってます、北爺さんがやるとこですね。早速入って食べていきたいと思います。はい、ということで入店しました。頼んだのがですね、なんかお得なねセットのやつ、ラーメンとネギ茶丼がついてくるセットのやつを買いました。ネギ茶丼でっけえ。いただきます。うまっ。これこれ、ネギ茶丼いただきます。初です。これは絶対太る。もうこんなのも悪魔的ですね。スプーン一杯分入れちゃいます。昼寝がしたい。大変おいしかったです。皆さんもぜひ野田市に来た際は山藤屋を来てください。はい、こんばんは。ただいまの時刻が10時でございます。夜は手作りのものを、食べたいと思います。それでは手作りで何を作ったかというとこちらです。オムライスでございます。2023って書いてあります。なんとランキング6位でございます。これはまさかの、まさかでしょ。みんな絶対絶対高いって思ってないよね。まあ理由の方が、お子様に人気なメニューオムライス、チキンライスは、油やバターなどをたっぷり使っており、白米と比べると高カロリーになってしまいます。卵を焼く時も同様です。オムライス1食分のカロリーは850キロカロリーですが、ソースの種類によってさらに高カロリー。まあ今回は普通にケチャップなんですけども、まあいろんなのありますよね。ビーフシチューオムライスとか、まあそういうのでやっぱカロリーが高くなっていくんでしょうね。でこれ量やばいですね。1キロあります。なんで俺こんな多く作った。じゃあいただきます。うまっ。やっぱ俺料理うめえわ。さすがに1キロは量が多いね。昼に食べたラーメンが来てるわ。ラスト、あやくん、うん、うまかった。ごちそうさまでした。2日目もゴリゴリのメニューを食べていきたいと思うので楽しみにしてください。ではおやすみなさい。おはようございます。ということで2日目です。さあ朝ごはんは何を食べるかというと、こちらドーナツです。セブンイレブンのアソートドーナツ4個入りです。まあこれはもうわかるよね、みんな太る食べ物って。まあ一応ランキングはですね15位にランクインしてます。まあ理由としては、おやつとして気軽に食べているドーナツですが、小麦粉ベースの生地を油で揚げているので糖質、脂質ともに高くなります。もちろんカロリーも高め、チョコレートやトッピングによってさらに高カロリーとなります。もう砂糖とチョコめっちゃついてくるね。これのカロリーがやばいのよ。4つ食べたら1472キロカロリー。こんなん食べちゃダメだよ朝から。チョコファッションからいただきます。うんふん。皆さん、おそらくね1位の食べ物が気になると思うんですよ。1位の食べ物は最終日に食べに行こうかなと思ってます。朝から糖分は頭が働きそう。こんな食べたら眠くなるけどね。おお、甘っ。もうこれポン・デ・リングや。うん、ごちそうさまでした。じゃあそれではお昼ご飯にまたお会いしましょう。はい、ということでお昼の時間やってまいりました。昼ご飯は食べに行きたいと思います。何を食べに行くかというと唐揚げでございます。はい、みんな大好き大好物唐揚げです。もう嫌いな人はいないんじゃないかっていう唐揚げです。そしてこいつ、なんと5位にランクインしております。まあ揚げ物の中でもね高
高そうなやつですよね。で、理由なんですけど、お弁当やおつまみの定番メニュー唐揚げ、鶏肉に衣をつけ油で揚げる高カロリーのメニューです。中3個あたりのカロリーはなんと303キロカロリー。もも肉ではなく胸肉を使う、油で揚げないなど工夫することで大幅なカロリーダウンは可能です。まあ、今回僕が行く場所はですね、唐山というとこなんで、思いっきりもも油がすごいとこを使ってるので高カロリー爆弾です。早速向かっていきたいと思います。はい、ということで届きました、唐山定食の梅です。めっちゃでかい。はい、ごちそうさまでした。めっちゃうまい。もうほんと唐山はね、その俺唐揚げをよく食べに行くときはもうここしか来ないんですけど、一番うまいと思ってる。味付けといい、でかさといい、コスパ、もう全てが最高なお店です。これね、毎日食ったら絶対太るってのはわかる。多分あの定食だけで1000キロカロリーぐらいありそうだからね。マジで唐揚げがでかいの。それが4個入ってるから本当に満腹になる。ぜひ皆さん近くにね、唐山があったら、食べに行ってはどうでしょうか。夜ご飯も、高カロリーなやつを食べに行くので楽しみにしてください。では、はい、ということで夜になりました。夜ご飯に食べる食べ物はカツ丼です。まあこれも皆さんが知ってる通り高カロリーの食べ物ですよね。で、一応ランキングにはですね、こちらカツ丼2位でございます。カツ丼1位って思ってた人いたんじゃないですか。まあこちらの理由が、ただでさえ高カロリーなとんかつを溶き卵でとじ、さらにご飯の上に乗せるボリューム満点のメニュー、1食あたり922キロカロリーと高カロリーです。ロース肉ではなくヒレ肉にすることで多少カロリーダウンできます。まあそんなんじゃカツ丼食うなって話ですから、もう食べるときはもうこれっていうのを食べた方がいいですからね。今回カツ屋に来てます。もうカツ丼の有名なチェーン店ですね。じゃあ早速お腹ペコペコなので食べていきたいと思います。おはようございます。ということで3日目の朝でございます。さあ、今日が最終日ですね。じゃあ早速何を食べていくかというと、こちら餃子です。餃子がなんとランキングがですね8位となっております。理由は、餃子1個あたりのカロリーは50キロカロリーから70キロカロリー、前後栄養バランスのいい食べ物ですが、高カロリー高脂質なので注意が必要です。餃子の皮は小麦粉でできているので、おかず感覚で食べてしまうと糖質の摂りすぎとなります。これだけじゃね6個しかなくて、まあ、朝ごはんっつったら量が足りないのでもう一つ買ってきました。こちらです。ショートケーキでございます。朝からケーキです。ケーキもこれトップ10以内に入ってるんですよ。ケーキは9位でございます。理由がですね、ケーキには脂肪分の高い生クリームがたっぷりと使われています。もちろん生地は糖質の塊、脂質プラス糖質の組み合わせで太るリスクが高い食べ物です。まあ、うん、お分かりって感じですね。これに関してはいただきます。おう、米も食べちゃいます。さすがに餃子は米がないと無理で。うまっ、朝から贅沢。完食、最高のパフォーマンスでした。そんでもって
ここにショートケーキをぶち込むと。これファミマで売ってたんだけど、ショートケーキファミマで売ってんだね。感動したわ。まあ、ただ美味しいかどうかは別ですよね。コンビニのクオリティはどれだけあるのか俺が見定めてやるよ。うん、まっ、クリームがうまい。生クリームいいね。あ、すごい滑らか。コンビニクオリティじゃないね、ケーキ屋さんだね。いちごも甘酸っぱくて美味しい。はい、ごちそうさまでした。ただ朝にしてはちょっとボリューミーだったな。うわ、てか俺これ昨日着た服着てんじゃん、かよ。はい、昼飯はちょっとまたコンビニで買いたいと思います。ではまたお昼にお会いしましょう。ごちそうさまでした。はい、皆さん、お昼の時間にやってまいりました。ということで、お昼を買ってきました。ピッツァマルゲリータ。さあ皆さん、ピザ意外と高いんですよ。これなんとトップ3に入っております。パーティーメニューの定番カッコピザ、糖質カッコ生地プラス脂質カッコチーズやオリーブオイルの組み合わせで非常に太りやすい食べ物となっています。生地が薄いクリスピータイプのピザを選ぶとおすすめです。堂々の3位にランクインしております。で、次がイタリアンつながりで、こっちも買ってきました。チーズのコクが深いカルボナーラ。もうこれは見たらわかる。こちらカルボナーラはですね、4位に入っております。パスタの中から代表してカルボナーラが4位にランクイン。カルボナーラソースに卵、チーズ、生クリームなど使用しています。もちろん麺は炭水化物、太る要素が備わってしまってます。まあわかるやん。パスタの中で一番カロリーあるのって言ったら多分カルボナーラって秒でわかるよね。もう一口食べただけでもう濃厚で相当うまいんですけど、その裏には高カロリーが待っていると、イコールデブにつながる食べ物だったって報告ですね。じゃあ作ってきます。はい、出来上がりました。こちらがピッツァカルボナーラ。どっちもうまそうだね。そして高カロリーだ。濃厚ですね。いただきます。めっちゃ濃厚。クリーミークリーミー。やっぱ高カロリーのものはうまいね。じゃあもうピザこれ丸ごといっちゃうね。うまっ。うん、うん、コーヒー合うなピザ。はい、ごちそうさまでした。それではね、今日の夜ご飯にこんだけ猛者揃いの中の1位の方食べていきたいと思うので楽しみにしてください。編集などをしてカロリーを消費させます。ということで夜ご飯になりました。さあ、このランキングの1位の食べ物は何なんでしょうか。皆さん予想してるやつありますか。ハンバーガーですか、お好み焼きですか。なんと1位はカツカレーでございます。はい、カツカレーが1位にランクインしております。カレーではなくカツカレーでございます。まあその理由がですね、太る食べ物ランキング第1位はカツカレーです。ボリューム満点の見た目と比例するように1食あたり1103キロカロリーと超高カロリー。揚げ物に炭水化物かっこご飯、さらにはカレーと太る要素満載のメニューです。もうカレーっていう自体がそもそも太る食べ物らしくて、そこに揚げ物がプラスされてもうデブメニューらしいです。はい、カツカレーを最後に決め込んで明日の体重測定に挑みます。ではココイチに来たので、ココイチで食べていきたいと思います。はい、ということで、注文しましたロースカツカレーでございます。そしてカロリーがこれ1個だけでね1133キロカロリー。これが太りますわ。いただきます。じゃあもう贅沢にカツカレー一緒にいきたいと思います。うまっ。カツサクサク、カレーうまいな。なんかハマりそうだな。ちょっとここで福神漬けを入れていきたいと思います。ココイチのうまいんだよね。うん、うまっ。甘い。はい、ごちそうさまでした。では帰りたいと思います。はい、家に帰ってきました。ということで、これにて3日間太るもの食べる生活終了でございます。
最後のカツカレーも大変美味しくいただきました。じゃあちょっとトップ10で食べてないものがあるので、それだけ何かだけ発表したいと思います。10位フライドポテトですね。はい、こちら糖質の多いジャガイモを油で揚げることで太る要素が備わってしまう。フライドポテト、もちろんカロリーも高く、マクドナルドのマックフライポテト M サイズは410キロカロリーもあります。で、まあ9位がケーキ、8位が餃子、7位がラーメンで、6位がオムライス、5位が唐揚げ、まあ、この辺も食べましたよね。で、4位がカルボナーラ、3位がピザ、2位がカツ丼、あ、1位がカツカレー。そうですね、10位以外、トップ10のものは食べましたね。食ったわ、もうパンパンですね。明日に備えてもう寝たいと思います。さあ、プラス2キロいってたらいい方なんかな。それでは寝たいと思います。明日の体重測定でお会いしましょう。おやすみなさい。はい、ということで体重測定となりました。うん、前回の体重が 68.3kg でございます。はい、それでは3日間大量に食べました。何キロ取っていいのか、いきます。すごくない？おお、見えるか見えないか。 70.4 だからってことはプラス 2.1kg です。おお、あれ食べ方の問題なの？じゃあそうね、トップ10の中でやっぱそのカロリーだけじゃなくて脂質とかそういう脂肪とかそういう分野で太ったのかもしれん。じゃあ量食えばいいってわけでもないんだね。ちょっと今まで脳筋プレイが俺の主流だったんですけど、ね、ちゃんとそのデータ的なやつを見ればあんま太らない体質でも、まあ、2.1kg、まあ、昨日の夜の分が消化してない可能性もありますけど、まあ、一応寝てるんで、これでプラス 2.1kg は過去一のこの実験の結果が出たんじゃないですか。ちゃんとデータっぽくなったな。で、やっぱカロリーだけではないっていうのがね、やっぱ皆さん分かったと思うので、普段食べてるもの本当に気をつけましょう。本当にオムライスが6位なんて思わないマジで。アメリカンドッグもね15位とか入ってるので、もうコンビニとかで手軽に食べれるやつも太ってしまうので、普段の食生活は気をつけてください。どんな口が言ってんだよ。じゃあ俺はいいんだよ、俺はどうなってもいいよ。俺はもうみんなのストローで実験人形だね。だからもう今後もこういう検証やっていきたいと思うので、皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。年内15万人目指していますので、拡散の方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。風を切って走ってゆく希望の街へ。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシエンターズは3日間ケチャップ何本消費できるかでございます。今回に引き続き、ハエテのソロ動画となっております。明日の動画もお楽しみに。